はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日よりですね、新しい SP スカウトが来ていますので、やっていきたいと思います。まずこの魔戦士ベーラですね。それから、ジュンブライジと SP ですね、皆さんの投票で決まったこのセラフィーですよね。セラフィー、それからビアンカ、これそれぞれ10枚もらえるんですね。これはありがたいですね。ということでやっていきたいです。まず、交換所、魔戦士ベーラー10枚、 OK。 それからタクト、タクトポイント、これが悩むんですけど、ベーラーでいきましょうかね。20枚という感じでいきましょう。でまず、20枚ね。でここ10枚で、なぜかキングレオ1枚あると。キングレオいきましょうか先。いや、キングレオの方が強いとは思うんですけどね、ベーラよりね。はい、これ消化消化。それからジューンブライド行きましょうか。ビアンカですね。すいません、私ね、単発派なんで、単発で全部回していきます。3回目、4回目、これもダメですね。はい、5回目だですね。6回目ダメですね。7回目、8回目、9回目、ラストです。いやー、ダメですね。残念。セラフィー。あ、違うのか。全部で10枚だったんですね。あ、それぞれに10枚あるわけじゃないのね。どっちかだったんですね。じゃあ OK です。ベーラ行きましょう。いや、ベーラは本気で来てほしいな。1回目、
2回目3回目あーダメ、4回目5回目6回目7回目8回目9回目いやいやもう来てもいいんじゃないの、何かしら。10回目11回目12回目13回目14回目いやー弱いよ、タクトが弱いよ。あ、ちょっと待て、来る来る、ベーラ来る、15回目16回目17回目おお、来ました。18回目19回目ラスト
あー惜しかったね。お金を引いてます。1と作るか、もしくは昇格来るか。はーい、素晴らしくない？20、30、1回引きましたよね。30、1回引いて虹が1個、金が3つ。さあこれを皆さん信じるか信じないかはあなた次第。というわけで本日の動画は以上となります。ちょっとシャドーパンサー見ようかな。なかなかね、A のピックアップすら引いてなかったんで、シャドーパンサーちょっと鍛えたいね。はい、ちょっと見ましょう。せっかく一度つしたしね。暗黒の爪、闇の雄たけび、ダークコール。ダークコール。敵一体にドルマ属性の待機中ダメージを与える。ドルマ耐性をまれに下げる。闇の雄たけび、範囲内の敵すべてにドルマ耐機中ダメージ。暗黒の爪、敵一体に威力 130% ドルマ属性物理ダメージ、移動は4つですね。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。